メリーメルはグランドマスターメリーメルの名でも知られるアメリカ合衆国のラッパー。グランドマスターフラッシュザ・フューリアス5のリードラッパーでほとんどのリリックを書いている。チェロキー族の母親から生まれた。自身を MC と呼んだ最初の人物である。フューリアス5のもう一人のメンバーカウボーイはヒップホップという用語を生んだ。グランドマスターフラッシュ ザ・フューリアスファイ5は1979年にエンジョイレコードからスパーラッピングを発表。その後、シュガーヒルレコードに移り R&B チャートでフリーダム・ザ・バースデイ・パーティーなどのパーティーソングがヒット。フリーダムはゴールドとなりツアーした。1982年、メリーメルは社会問題に意識的になり、レーガノミックス、麻薬、麻薬が 黒人コミュニティに及ぼす影響などを扱ったザ・メッセージを発表。同曲はすぐにクラシックとなり、社会派、ヒップホップの先駆けになった。同曲はデューク・ブーティのインストゥルメンタル曲ザ・ジャングルにライムを乗せたものである。同曲には、以前のスパー・ラピンからの引用もあった。ザ・メッセージは1ヶ月以内に、プラチナムとなり、ヒップホップ初のグラミー賞入選となった。 他に、ニューヨーク生活の苦闘を、ニューヨーク、ニューヨークで、人生一般の戦いを、サバイバルでライムした。ザメッセージの印税をめぐって、メリーメルと、シュガーヒルレコードのプロモーター、シルビア・ロビンソンが揉めると、グランドマスター・フラッシュはグループを脱退。フラッシュは、シュガー、ヒルレコードを訴え、フューリアス・ファイブは分裂。メルは、グランドマスター・メリーメルを名乗り、 ザ・フューリアス・ファイ5のリーダーとなった。1983年に、グループは、麻薬撲滅を題材とした楽曲ホワイトラインズを発表。ポストパンクのバンドリキッドリキッドの、キャバーンのベースラインをサンプリングし、非公式ビデオは、当時無名の映画学校生スパイクリーが監督、当時新人の俳優ローレンス・フィッシュバームが出演していた。同曲は、 グランドマスターメリーメルとして発表され、レーベルはフラッシュが参加しているという錯覚を与えようとした。メルは映画ビートストリートに出演、主題歌も歌いさらに成功した。その後、1984年にチャカターンのアイフィールフォーユーでラップ参加し、グラミー賞のレコード・オブ・ザ・イヤー賞を受賞した初のラッパーとなり、ラップをメインストリームに持ち込んだ。 グランドマスター、メリーメルザ・フューリアスファイブとして、ステップオフ、ポンプ・メアップ、キング・オブ・ザ・ストリーツ、ジェシー、バイスなどがヒットし、このうち、バイスは人気ドラマのマイアミ・バイスのサウンドトラックに収録された。また、ジェシーは当時の黒人初の大統領候補、ジェシー・ジャクソンへの投票を呼びかける内容である。1988年にフラッシュと再合流し、 アルバムオンザストレングスを発表するが、エリック・ビー・アンド・ラキム、DJ ・ジャジー・ジェフ・ザ・フレッシュ・プリンス、パブリック・エナミー、ブギー、ダウン・プロダクションズ、ビッグ・ダディ・ケインなどのニュースクールのミュージシャンのアルバムが多数チャートインしていたためヒットには至らなかった。その後アパルトヘイトに反対するアーティストたちの一員として、アパルトヘイト撲滅か、サンシティの収録に参加した。 1980年代以末に、クインシー・ジョーンズの2作バック・オン・ザ・ブロック・ Q ・ザ・オート・バイオグラフィー・オブ・クインシー・ジョーンズに参加した。1996年に、シェールのヒットワンバイワンに参加。1997年、ストレート・ゲーム・レコードと契約、アルバム・ライト・ナウを発表。元フューリアス・ファイブのスコーピオも参加したが、売れなかった。2001年、オンロック。 という曲を、ダイハードという名前で、映画ブレイジンのサントラで発表。ダイハードは2002年に7プリコーズでアルバム発表。2006年、作家クリケット KC と、絵本ザポータルインザパークを発売。付録 CD には、メルのラップ版ナレーションがついていた。ちなみに、同 CD には、当時無名のレディーガガの歌う2曲の歌も、収録されていた。2010年に、絵本は再発。 レディー・ガガは、ワールド・ファミリー・ツリー・ザ・ファウンテン・オブ・トゥルースで、メルと共演。2006年、メルは、プロレスの学校に入学。2007年、ALLHIPHOP.com のインタビューで、WWE と契約して、プロレス選手になり、自分の仕事をすると宣言した。2007年、初のソロアルバムマッスルズ発表。初のシングルは、M3、ザニューメッセージだった。 2007年、メリーメルザ・フューリアス5は、ラップグループとして、初めてロックンロールの殿堂入りした。受賞演説でメルは、ヒップホップを非暴力化すべきだと主張。俺は撃たれたことがない。俺は逮捕されたことがない。人生ずっと、ヒップホップをやってきた。物事は俺一人では変えられない。みんなの助けが必要だ。さあ一緒にやろうぜ。 まともにやるんだと発言した。2008年ドラマ、ブロンクスフレーバーに出演。2011年、アーバンレスリングフェデレーションに参加することを表明。2012年のアイスティーの音楽ドキュメンタリー映画、サムシング・フロム・ナッシング・ザート・オブ・ラップに出演。ありがとうございます。